始まってんすか。うん、まだじゃない、回してません回してるでしょ、回してるでしょ、始まってんすか。え、わかんないのよ。いやいやいや、始まってた。なんで始まってんすか。始まってんだよ。どうもどうも、出たわね、お姉さんおじさんになるとね、なんかお姉の部分が出てくるんですよね。あ、それはあるかも ね、あると思うんですよ、僕なんか。あ、これ可愛いって思うんすよ。あら、やだ。あら、やだ、もう。え、どうしましょう。なんだか、なんか、なんか今日薄着ね、あなた。そうかしら、うん、なんだかドキッとするわね、この腕毛とかさ。やめなさいよ、腕がいいじゃないもう山に入ると内なる乙女が解放されるソロキャンプ界のおすぎとピーコ、ヒロシ&バイキング西村瑞稀。今回はソロキャン芸人のツートップとまったりデイキャンプ、アウトドアスパイスをめぐる2人のおたわむれは必見です。ファイナルアンサー。よく見たら2人のズボンおソロじゃん。そう、これおソロなんですよ。まあ、ちょっと色落ち具合がね違いますけどね。これね、あのね、まあ、あんまり言いたくないけど、俺ずっとこれ履いてるんですけど、キャンプの時って、うん、西村君が履いてるの見て、あ、かっこいいなと思って、うんうんうん、パクったの。いやいや、まあパクるとかはないですよ、だって、うん、あ、おねんなって、おねんなって。いやえ、パクったんですか。パクったの。あら、やだ、嬉しい西村君のね、下半身見てたらなんかかっこいい、下半身ってやめなさいよ、あなた、うん、ずっと下半身ばかりさ、あ、かっこいいと思って、素敵と思って、うん、で、そのおそろうのパンツのどこがいいの。おそろおそろうじゃなくて、おそろおそろうって伸ばさないの、おそろのパンツ。前というか、まあ、普通にこうついてるじゃないですか、まあ、こうで、ここについてるのが、こう後ろまでこう、こう大きいポッケになってるんで、むちゃくちゃ入るんですよね。機能的で楽なのよ、うんうん、だからもう普段からずっとこれだね。あ、そうなんですね、うん、グリップスワニーっていう、はい、革手袋とか、あ、そうそうそう、売ってたんです。だいたいアウトドアショップ行ったらある、あの黄色い手袋。あ、そうです、革手。あれグリップサニーやろ。そうです、あれを作ってるとこ。そっからなんかアパレル、これ上もグリップサニーです。なんかここにポッケついてる、ポッケがいっぱいあるっていう、そういうのも特徴があるの。ポッケだっていいおっさんが、はい、あ、ポッケってなんか恥ずかしいポッケって言っちゃった俺、ね、うん、ポケットじゃなくて俺ポッケって言っちゃいましたね。いや、そうなんだよね、はい、ポッケって言う人いるよね。ポッケはず言われてみたら気づく。島田君もポッケって言うのよ。島田君も言うんですか、うん、うわ、余計はずいね。えバイキング西村とデイキャンプ、お邪魔したのは四季の里極紫キャンプ場。フリーサイト、オートサイト、ログハウスやバンガローなど様々なキャンプスタイルに対応。4月下旬から芝生広場に新たなサイトもオープンしている。今日は西村がテント設営して。わかりました。はよ。はよいやー、でもこれもうちゃんと使ってるね。もう使ってます ね、 ね、もう5万ぐらいするんやったっけ。これこれ、グランドシート入れて10万です。10万、高っ。もう楽だからこれ。いやー、いいよね、簡単に設定できる。西村が愛用するヒルバーグのウナはインナーとアウターを取り付けたまま収納設営ができるのが売り。設営は超簡単で、骨組みをアウターの穴に通し、片方をストッパーリングで固定するだけ。インナーを引っ掛けるタイプだもんな、私の MSR は。あ、そうですよね、吊り下げ型ですよね。骨組みがよくビヨーンってなってムカつくあ、これバーンなって。いや、これはいいテントだよね。まあこれだって、うん、言ってたその構造がね、うん、ここがもうここくっつけたまま収納できるから。あ、もともとはでも外れてたんだね。外すこともできます。一応このグランドシートもあるんですけど、はい、これもつけたまま畳めるんですよ。なるほど、これ別売りですから。はあ、もうだからもう3つのパーツが1つになってるってことね。そういうことですね、そのまま収納できる。ちなみにテントの中はベチョベチョにならない。あ、結露ですか。結露、
ね、ここのやつ全然大丈夫ですよ。外側はもちろんなりますよ。インナーはねならないですよ。だ外側とインナーが離れてんじゃん結構これ、はい、だからじゃない。あとこのメッシュ機構がちゃんとしてないやつは、うん、結露しやすいかもしれない。それだけいいやつだったら手に入りにくいんじゃない。いやこれ全然羽さえ詰めば詰めばっていうか、まあ、まあまあちょっと根は張りますけれども、普通に A&F とかで売ってますよ。 A&F って穴えハモっちゃった。 A&F って何の略。僕初めてそのひろしさん連れてってキャンプ連れてってもらった時は、うん、その A&F で結構キャンプ道具揃えたんですよ。へー、 A&F っていうメーカーがあるの。違います、輸入代理店かな。だよね。だからいろんな商品を扱ってんだよね。そう、それこそ僕がもう最初から扱ってるクーラーボックスのイエティを最初から扱ってたりとか、はいはいはい、あと、まあ、今日かぶってないですけど K って書いた帽子好きでかぶってて、はい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 、あれはカブーっていう服のシアトルかどっかのブランドなんですけど、うんうん、あれの服を全部置いてたりとか。あれ小峠の系じゃないの。違いますよ。なんで小峠あしらわなきゃいけないんですか。相変わらず相棒だいつも一緒にいるみたいなこと、うん、それいいですか、いただいて。いいですか、それじゃあ次からそういう小峠の系だっつけ。今日西島くん何作るの。え、何作るの。あ、僕のスパイスのやつですね。肉。そうだね、はい、僕のスパイスって何。スパイスを、ね、僕が監修してるスパイスがあるんですよ。オリジナルスパイス、それ使ってちょっとね肉焼こうかなと思いまして。食ったことないんだよな。そのスパイスの名前は。スパイスの名前はね、名付けて、うん、バカまぶし。バカみたいにまぶしたくなる。そう、それがバカまぶし。バカだね。バカだね。いいネーミング。赤まぶしから来てんの。あ、それは後で気づきました。でももしかしたらそのインスパイアされてるかもしれないですね。需要競争的な。はい、だからちょっと出す時も赤まぶし、あの健直子さんが志村さんとのコントでやってた言い方というか。え、何それ。だからちょっと現物出しますね。じゃあプチシルマーしか知らないけど。志村けんさんとプチシルマーしか。これがですね、その現物。おー、出た。こうやってバカまぶしっていう出し方。見てくださいよ。何そっち見てんすか。ごめんごめん、何だろうと思ってこれ。この辺がやっぱバカっぽいよね。バカっぽいですか。このさ、これ辛いの、はい、辛くないの。確かに辛く言い方がね、辛口とかじゃないよ、はい、辛くないの、辛いのって。バカでしょ。バカだね。西村が満を持して発売したバカまぶし。ここでまゆたんがちょっと意地悪な企画を提案。今回はテレビっぽい企画、バカまぶし VS 三大アウトドアスパイス、やっちゃいます。バカまぶしと下手だなテレビ。対決聞いてないよ。誰が言い出したのか知らないが、和歌山県のオレンジアウトドアショップが出している堀西、北九州市の黒瀬食長が出している黒瀬のスパイス、宮崎県の中村食肉が出しているマキシマムが三大アウトドアスパイスと言われている。まあその三大スパイスあるじゃないですか。あるね。それともう一個変化球で こういうのあったらいいんじゃないかっていうコンセプトで作ったんですね。うんうん、ベクトルが全然違うんですよ、その3つと。すごいね、はい、恐れ多いとか言いながら、はい、なんかすごいこと言ってるね。その3つは、もうなんていうんですか、もう主役級高倉健とか、はいはいはい、とか国江さんとか。国江さんとかね、もう 主役級の 3代だからもう一人いるね。もう一人いる、ね、もう一人でね、山城慎吾とか。主役級でしょ。主役級、ね、なるほどなるほどなるほど。もこのままね、名脇役になれたらいいなという位置づけなんです。はあはあ、役者で言ったら誰だろうね。だから名脇役だから、うん、バカ
川谷拓三さん。なるほどね。切られ役。対決のハードルを下げようと喋り倒す西村。投げ。それ一本選んでそれプラスもう一個なんか違うの欲しいなっていう時に。おすすめ。グダグダ言わずに勝負しろやい。確かにね。ということで最強アウトドアスパイス決定戦、ヒロシに5種類のスパイスがかかった焼肉を試食してもらい順位をつけてもらう。だからもうそこは公平なジャッジになるよね、はい、俺は。で西村君は自分で監修したのを当てれるかっていうこと、ね、当てれますよ、これは分かりますよ。いやこれどころか全部当てれますよ俺。あ、なるほど、他のやつも、はい、もちろんもちろん。なるほどなるほど。ヒロシに味比べをしてもらう前に自信満々の西村の実力チェック。5つのスパイスの中からまゆたんが3種類を選ぶ。西村に目隠しをして味見してもらい、どれがどのスパイスかを答えてもらう。ブラジャー似合うね、印象です、いや似合うと思ってたんですよ。似合うよ。いやいや想像以上だよ。ありがとうございます。じゃあまず、はい、この皿、はい、じゃあ存分に舐めてください、はい、分かりました。正解はバカまぶし、普通の辛くないの。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。いやこれマジでもう自分のだから。テレフォンは、テレフォン使っとこうかな、うん、テレフォン使った方がいい。言われたら使っとこうかな。不安でしょ。ちょっと不安ですね。ちょっと不安。そう言われたらなんか使いたくなるっていう、それがテレフォンですよね。それがテレフォン。島田君にかけましょうか、うん、やばい、出て出て出て、あ、出てよ出てよ。残念。なんで出ねえんだよ島田君。残念。マジか。じゃあファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。俺見えないから。顔芸してんのかな。分かんないもん。だって全然ドキドキしてんだよ。だって見えてないんだから。ミノさんみたいなシリアスな顔してんのかな。正解。よっしゃ。いや、やっぱそれはそうよね。これはもうだって自分が作ったやつだから。何回も味見してるやつですから。見事正解したので残る2つのスパイスは目視でどのスパイスか当ててもらうことに、はい、こっちが堀石です。でうわどっちだっけな、これだからマキシマムか、黒瀬なんですけど。テレフォン誰、島田君でいいわけです。時間経ってますからね。ちょっとおやべえ、島田くん出て出て。分かんねえこれ。おい100万円が。おい残念。うわあいつなんで出ないんですかね、マジで。なんだろうね。そう、黒瀬です。その顔してたんだ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。あ、うん、島田君じゃないの？え、島田君じゃないの？これしかも島田からワン切りだ。ワン切りってなんだよ。ワン切りってなんだよ。すぐ折り返しますね。今車なので。ただいいな。すぐ折り返しますね。だってひどいタイミングで。ダメだったね。じゃあもう言うよ正解を。はい、正解。よっしゃー。あ、黒瀬。あ、黒瀬。あ、よかった。いや、やっぱりさすがでございます。黒瀬かちょっとマキシマムか迷ったんですけど、まあ堀西はね色はわかるんですよ、うん。